アントという乗り物で引っ張ってきます。おー、重くなるなよ。かわいいですよね。かわいいらしさが、このクレーンは縦も横もいけるクレーンゲームって感じ。そうそう、こんな簡単なもんね。はい、ということで、元参道を追いかけて塩浜までやってまいりました。で、早速もう作業が始まっているんですけど、はい、今はこれは何をされているんでしょうか。そうですね、今からはですね、それぞれの編成を切りまして、車庫内へ取り込んでいきます。で、電の4につきましては、2両で取り込みますけども、電化は1両ずつ、また違う建屋へ取り込みまして、はいはいはい、そこでクレーンを使いまして、台車の方下ろしていきたいと思います。先ほど積んだ台車は、はい、下ろすということですね。そうですね、はい、これからはあの切り工フォークですか。はい、あの切り工フォークを使って、今からデラの4の2両編成を、あちらの11番って書いてある、はい、11番あっちですね、番線ですね、はい、あの奥へ引き込みます。なるほど。それはまた、明日からの、はい、分解ということになります。明日の作業に備えての、ね、はいはい、作業を今日して終わるという形ですね。はい、じゃあ電化につきましてはですね、はい、また違う切り工フォークとは別のまたアントという乗り物で、引っ張ってきます。なるほど。でそれで、このトラバーサーというこの青いこのでっかい、機械ですけども、これに、乗せまして、はい、平行移動させていきます。で、第3研修所というところに引き込んで10トンクレーンで台車を下ろしていきたいと思います。はい、すごいですね。あれが引っ張るんですか。あれで引っ張って、あれが引っ張るんですか。あれはフォークリフトでも使えますし、レールの上を走ってくることも、車輪もタイヤもついてるっていう、鉄の車輪もついてますんで、機動性もさることながら、2両を割と小ぶりな彼が引っ張れる、はい、4両ぐらい引っ張ります。4両もですか。すごいですね、めちゃくちゃ力持ち。忘れてた、びっくり人間がここにおったかもしれない。おー、これあれか。バルキが体重も動いてるんですよ。いや、ほんとに、わあ、これはすごい、すごいな。この青いのが何ていうんですか。これトラバーサーです。トラバーサー、はい、何するものですか。これはですね、電車を1両ずつ乗せてですね、あの電車ってこう平行に動けませんので、各番線に、電車を入れて整備するのが必要なので、そこへ番線に入れるのにこのトラバーサーっていうのに乗せて、はい、電車を移動させます。1両ずつ収まるって感じですか。そうです、1両ずつ収まる。なるほど、なるほど、はい、あ、ちょうど1両サイズ、1両なんですよね。なるほど。ジャスト鉄の電車は20メーターです。20メーターです。20メーター。はい、はい、養老鉄道も車両も一緒です。20メーター。はい、東急だけが18メーターの、はい、もう切れてるんですか。の編成は繋がってますけども、はい、94を今から切ります。開放します。すごいですね。電化は切り離された状態で。なるほど。電化は塩浜ですね、うちですね、はい、電化の定期検査っていうのがあるんですけど、それは、5移動の方へ改装してやってもらってます。なるほど。あ、どうかな。今からアントを取りに行きます。あれ向こうに止まってる、はい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 、ちょっとここキリコフォークに比べると小ぶりです。お、彼より小ぶりとなったらちょっとこれはもう興味を引いてやまない。次電化出てきそうですよね。で出てきます、はい、あでももう空で出てきます。台車を下ろします。フォーンがあってまた行くんじゃないですか、うん、おっと、あら、これまた小ぶりな、すっきりしましたね、後ろは。
よ。危ない。結構速いですね。そうですね。はい。ほぼほぼ人と歩くのと一緒ですよね。この止める位置の調整は操作されてるからったの技で、アントの運転手が大体、はい、あー把握してます。うわーすごいですね。すごい。おーなるなよ。小ぶりですね。だけど負けないパワフルな、はい、まあ、連結器の先端の部分がついてるんですね。はい、ああ取り替えできるんです。なるほど。これは密着連結器用のアダプターがいます、はい、おお田中さんは可愛いらしさが可愛いっすよね。だから引き上げます。はい、台車が乗ってるんですね。台車乗ってます。はい、トラバーサーは51トンまで乗せれるんですか。最大荷重51トンなんです。はあ、すごいですね。電車1両あたり何トンぐらいですか。あ、40トンとかもあるんですね。はい、台車も入れて、はい、車体20トン、台車20トンみたいな感じですか。台車って、車体はもうちょっと重たいかもしれない。台車もあの M 台車とか、あ、はい、モーターがついてる M 台車とか D 台車によって全然重さが違うので。ってすごいな。この一つの台車で部品は何個ぐらいあるんですか。何個あるんですよね。あ、多分ボルトとか、ね、入れたらもう何百点になるみたいな。大きいのか小さいのか。そうそう、あ、これも台車だけですからね。あとまだ電気部品とか機械部品とか、ね、機械部品とかもありますんで、もう本当電車1両となると本当すごい数の部品ですよね。そうですね。このクレーンは縦も横も行ける。縦横無尽に。縦も横も行きます。なるほど。なるほど。縦も横も行きますんで、あのこの電荷を動かす必要がない。そうですね。なるほどなるほど。まさにクレーンゲームという感じですね。そうそうね、本当に、まあ。そんな簡単なもん。本当にとかって言っちゃって。
下でペンダント式操作してましたけど、はい、塩浜の場合はあの常用で、はい、はい、はい、では本日の作業は以上ということで、村田ジャックさん、朝から一日今日はありがとうございました。ありがとうございました。私たちもですね、普段あのなかなか鉄道祭りだけでは見ていただけない、裏側、桑名台車振り替え場、それとまたあの塩浜研修車庫での、台車入れ替え下ろし、はい、見ていただけたんで緊張感を持って作業できましたんでありがとうございました。元サンドという名前ですけど、サンドするのにめちゃくちゃね大変という元サンドって聞くと可愛いですけど、うん、あそこ元サンドを作るまでが大変と、なるほど、はい、っていうのが分かっていただけたと努力の結晶なんですね、はい、そうですね、はい、うん、明日実はこの運ばれてきた塩浜研修職場の中をじっくり人事探検できるそうですので、お明日はグッサンにメインレポーターをお願いしたいと思っております。私が明日もいやー、これは今日これね、あのちょっと少し見せていただきましたけれども、これ明日一日がっつり見せてもらえると思うと、もう今から胸が高鳴って眠れないですよ、いやー、というわけで本当にありがとうございました。明日もすごく楽しみにしてます。